はい、試合の方は始まっております。 X ボーイズの会長、 X ボーイズはなんか噂はかねがねなんかあるんだよね、そういうグループがね、昔のファン連合みたいな。その会長が出張ってきましたね。さあ、霞浦シェルパオ、ちょっと変則的なキャラ構成ですね。さあ、やはり霞は多分相当きついだろうね。うまい。そう、ああいうなんか前転もウィップ取りづらいよね。さあ、しかし先鋒戦非常にいい勝負。当たって、お、うまい。ああいう感じなんだね。さあ、ウラッシェル2番手。さあ、ここはゲージを払って攻めを継続していく。さあ、上を取って、さあ、ウィキングさんがまだ粘るが、ジャンディ、さあ、草薙ですが、あ、うまく見ている。さあ、押し込んでいく。さあ、ガクラゲージも溜まってきているが、さあ、うまい。さあ、しかし浦シェル跡がない状態。うわ、エンビを一方的に潰す。大将がパオ、まあなんとかネーム戦に持ち込みたいところですが、あ、うまいな。さあ、どんどん攻めていく。さあ、上に対する意識が素晴らしい。さあ、あ、パオガンはちょっとゲージが払いづらい状況ですからね、ここは難しいところでしょう。さあ、どうするか。一発が欲しいが、時間もなくなってくる。マジか、京一みたいな職人、確かに。はい、リーグ2位ワンピガーです。ケーカスネームかな。はい、金子さんは変わらずウィップ、草薙ネームス。さあ、ウィップの中では霞は多分トップクラスにきついんじゃないかと思うんですが、さあ、そこら辺は、あー、潰せない。さあ、しかしうまくスピードを上げてかなりいい状態になってますね。だ、さあ、乗っかりがきつい。さあ、上を取って霞を落とせば非常にでかいが、しゃがみ C から吹っ飛ばしが当たっていく。
さあまたしても厳しそうな組み合わせですが、まあ、霞よりはマシなのかな、どうなんだろうな。ワンコンボ入れて流れは金庫川か。これはでかい、死んだか、減った。まあ、ウィップあれが減るのがまだなんというか救いというかなんというかまだいいとこですね。さあ一気に対処。あ、しかしまだこの状態でもわからないのかネームです。さあここは使う。さあここから、さあ侵入してくる前がダディ。さあ金子さんはやはりここで決めたいところでしょう。うまく落として、ここは確定を取っていく。さあ陸に追い詰められる、取れない。おお、さあまだある。特に同キャラだとね、この状況でもまだわからない。ここはワンコンボ。さあもう危ない、今のも危なかった。気づけばこの状態、もうわからない。前が当たり前転、あーあーっと遠い。どうするか、冷たいスカッシャックを。まあ悪くはなかったが、ガードは硬かった。次の手であれだったら当たってたかもしれないですね。はい、ボンさん珍しいインチキ大魔法あぶねー、放送事故になるキャラを選ぶとこだったら3キャラ両親が残ってましたね。まだボンさんも人の子だったさあしかし裏ロバ、さあ幕落として、あ、なるほど、あれちょ全然ディスクを忘れないな、あれ避けても。さあしかしうまくいなしてる感じはありますね。うまい、さあしゃがみ C うまく使っている。あーあれも難しいな、しゃがみ B がつながるかも分かんないしね。うまいな、直接スローターなのかな、ああいう時って。いやそれも届くか分かんないんだよな。あーっとここは確定する。さあうまくいなしきった感じで中堅が裏クリ。さあゆきんこさんもかなり動きがいいですね。さあここで裏クリまで落とすと非常にでかいですが、さあタイミング合わず、あ、空対空かって見えない。さあ終わってしまうのかボンさん。ボンネームです。
と。さあどんどん詰めていくが、さあうまく乗っかられないように距離を取っている。うわ、確認はできていたが、さあここは打っていく。いやー難しいね、やっぱりウィップは。さあまだありそうな気配がちょっと漂りは、おーマジか、ずらして一発あれちょっと気が流行ったかはあ、しかし一瞬でこの状況。さあ試合の流れは先ほどと似たような状況になってきましたが、さあここは強勝利返して、小川キャン、あうまい、差し返して、さあしかしまだ残るか、投げ返してありそうだな、あしっかり見られていた。さあ山にですね、さあ山には今日はサブキャラ構成ジョー・マリー・ロバート、ヤンさんすごいな、サブキャラも弱いサブキャラも弱いな構成がさあしかしロバートはなんかヤンさんに合ってる感じすごいしますよね。さあ一瞬タイミング遅らして、あれはまあ結構減りますね、はいお、すごい返し方。さあリードゆきんこさんですが、さあ昇竜反応冷たい、これは、あそうなんだ、前ビーなのかな、どうなんだろうな。さあ足場まで決めて山さんが逆転、マイビー昇竜いけっかな、うーん、まあ確かに遅いからね。さあここはかぶらない、あっと見すぎて、ロバートの昇竜って何 5? ああそこそこなんだね。箱はかくっていないところ、さあ早い、さあなんとか詰めていきたい、お前が確定っぽく見えたけど大丈夫かな、あこれは山に、あ警戒しすぎた、あなんかもうごちゃごちゃしてきたな。さあ落として D 投げ、一瞬待って食らう、さあここは一旦お互い落ち着いた感じですね、見ている、あ足払い、まあそうですね、もうあそこはね、さあこれはちょっと上側が仕事しないと、おすごい、その後がかなりきつそうですが、あこれは厳しい負け方をしてしまった。マリーもね
相手を倒すのに結構時間かかるキャラなので、その間に一発もらう絵が見えかかっていますが、とうまい、あーあああ、おー、しっかりしてる。さあ仕留めにかかる、ジャンエーで返してそのまま決められるか、危ない。さあ山に我慢、さあうまく、あいやあ危ない、ああ危ない危ない、うわ小坂かしゃ山さん、ああ嘘でしょ、これはは、い、山さんに対するはトンカさん、ロバートでキャラ合わせ、あきろこれだるそう、確かにバイス側、おっとまずは挨拶から、とんかさんがなんか最近あんまり別にそんなここ最近がっつりやってるようには見えないけど、なんか結構なんか鋭くなってきてる気がするんだよな、動きが。さあ対する山さん、ロバートでどう動いていくか、とこれは確定、無敵投げから木攻めは、おっと急に来た、あっと危ない、さあお茶を濁していく、さあ2番手フォクシー、さあ反応が早い、木攻めは飛ばしを重ねて、あー引っかかってしまう、うまい、さあこの前出る前に潰していく、確かに出ちゃえばねロバートの飛び道具結構なんかいい感じなんだけど、出るまで遅いんだよね、当たらない、無敵時間のところだったかな、さあ詰めたが追い返されてしまう、またラインを戻されて、さあお互い決定打がないままお互い4ゲージ、鋭く抜けてガーキャン前転から申し込まれている、投げを外して、さあお互いほとんどダメージがないまま残り10秒、あー内が通る、この一発はでかい、エンディも刺さって、あっどっちだ、2発削って若干トンカさんか、さあこの勝利はでかい、で大将がマリ、さあ山マリ、すかし投げから勝利は受けている、さあ前転に投げからここは勝利、危ない危ない、これはでかい、まあ使って終わるか、さすがに決まったか、うん、いいヘリだ、
はい、多分ラストかな。さあ、お、1番手がバイスマチュアを避けたのか分かりませんが、1番がフォクシー。さあ出る前に潰してここは投げ返していく。うまい。さあ、またも投げ返して、さあいい抜け方するな。うまいな。いいですね、 お互い動きが非常に。すげえな、すごいぶつかり合いだ。いいですね、お互い鋭い。とんかつさん、なんかここに来てまた強くなった。え、マジか、すげえな。いや、ワイさんもすげえ動きいいけどね。うわー、見えづらい。まさか表に落ちるとは。さあ、ここはスパキャン、安定ダメージを取って、この後スラが出る前に足払い。あー、確かにあんまり見ないね、この組み合わせは。うわー、鋭い角度ですが、タチコパにつながらず、ゲージを貯めて、さあ、ここはエンディで返して、投げが確定する。マジか。あー、そうなんだ。だー、そうなんだ、知らなかった。まあ、ガーキャンガスカルみたいな前に出るからね。なるほど。あー、ラルフの CD とか、確かに。あー、なるんだね。確かにこれはさすがにちょっとバイス側が入るまで非常にめんどくさそうですが、ここでチャンスが生まれるが落とされてしまう。金利で返して、金利、オキセメは、マジか、まだ生きている。あー、なんと正面から一本釣り、あの距離から。あの壊し壊しやつもすごかったな。いやー、なるほど、見応えあったな、いろいろと。はい、ありました、ありがとうございます。はい、じゃあとりあえず締めます。第312回、KF ゼネリウム国戦、これで終わりたいと思います。お疲れ様でした。